これでリザードマンの群れは統制を失う。群れを蹴散らすのも楽になるはずだ。そうだな。オルベリク、ここへはなぜ？グスタフに聞いた。そうか、あいつに会ったのか。まあ、お前の事情もな。戦火で消えたグラナドの生き残りだと。そうか、確かに私はグラナドの生き残りだ。故郷を失い、そして行き場を失った私は、とある傭兵団に拾われた。ホルンブルグを滅ぼす手引きをする。その仕事を私は団長から引き受けた。復讐のためか。そうだ、王は私の故郷を見捨てた。最後まで王の助けを信じていた。許せなかった。アルフレッドに復讐を、そう誓った。私はホルンブルグに潜入し騎士となった。それからはお前も知る通りだ。あの戦いでお前は復讐を果たした。ああ、復讐に駆られた私を王はまっすぐに受け止めた。陛下は心の強い方だった。そうだな、あのお方は最後まで民を守ろうとした。アルフレート王、私は、私は復讐を理由にして殺してしまったのだ。復讐を果たせば解放されると思った。憎しみから、悲しみから、絶望から。結果はただただ虚しいだけだった。達成感など微塵もない。それどころか思い出すのだ、騎士として生きたあの日々を。後悔したのか。後悔したのだろう。復讐のための偽りの日々だったはずだ。なのに何度も何度もあの日々が思い出された。お前たちと過ごしたホルンブルグでの日々が。傭兵団も解散し、私は流浪の旅に出た。ウェルスプリングにたどり着いたのも、そんな旅の途中だった。そして、お前はこの町を守ろうとした。抜け、エアハルト。オルベリク。
受け止めてやる。俺がお前の怒りも憎しみも悲しみも後悔虚しさもこの剣で受け止め切り払ってやる。俺は陛下を守れず民を守れず自身の剣の意味を見失った。だが気づいた、意味は失われてなどいない。いない。なぜなら俺もお前も誰かを守りたくてまた剣を取ったのだ。エアハルト、俺にはお前の後悔など理解できない。そしてお前を許すつもりもない。俺は勝たなければならなかったんだ。勝って守らなくてはならなかった。陛下もお前も。だからこそ今度こそ負けない。勝ってお前を受け止めてやる。抜け、エアハルト。俺もお前も剣でしか語れぬ人間だ。あの時の結果を忘れたかとは言わない。剣に嘘はつけない。抜けば本気で振るう。出なければ意味がない。ならば、全てを剣に込めるのみ。この戦い、負けられぬ。ここからが本番だ。守りを固める。ここからが本番だ。さて、ライフスティールダガー。ここからが本番だ。よっ、覚悟はいいか。だらけだぞ。さて、覚悟はいいか。さあ、覚悟はいいか。
愛犬賞ブランドよ。いい勝負。私の負けだ。不思議なものだ。いや、勝手なものか。全力を出して名を届かなかった。だというのに、何の悔いもない。悪くない気分だ。エアハルト、一つ聞きたいことがある。お前に計画を持ちかけた傭兵団の団長と何者だ？オルベリク、お前。自分のために一国を滅ぼすほどの人間だ。放っておけばまた悲劇が起きるかもしれない。俺は今度こそ守らなければならない。それがお前の剣の意味だからか。そうだ。団長の名はベルナーという。そのベルナーは今どこに？私が任務を達成すると傭兵団を解散してリバーフォードへと向かった。私が知るのはそこまでだが。それで十分だ。知っている者から聞くしかあるまい。そうか。守るための剣か。無事だったか、エアハルト殿は。ああ、無事だ。心配をかけた。群れの王座は倒した。これで残りの連中を掃討すればリザードマンの被害も収まるだろう。本当ですか？あの群れの王座たちを倒すだなんて。ああ、オルベルクの助力のおかげだ。私一人では無理だった。さすがは双璧の騎士、二人がいてくれれば怖いものなしだ。なんと感謝すればいいのか。ありがとう、オルベリク殿。礼には及ばない。俺も目的があってのこと。そしてその目的も果たした。俺は次の目的のために行く。オルベリク、私は。分かっている。この町に残るのだ。すまんな。謝ることじゃない。ああ、一つだけ警告しておく。ベルナーには注意しろ。どういう意味だ？剣の腕はもちろん、底知れぬ怖さがある。強さよりも怖さが。そういう人だ。
私より強くなったお前にだからこそ言う。あの人と比べてお前が弱いとは言わん。だが恐ろしいと思うのは間違いなくベルナだ。お前がそこまで言う相手か。分かった、心しておこう。では行ってくる。すべてが終わったらまた会おう。ああ、必ず。オルベリクさん。オルベリク、